ようございます。今日は朝6時前に起きて今から日の出を見に行きます。今6時過ぎぐらい。あーめちゃくちゃ気持ちいい。寒いけど、めっちゃ寒い。日の出綺麗やったな、うん、もう出切っちゃった。ドローン飛ばしとってちょっと GoPro 撮ってないけど、めっちゃ綺麗やった、うん、朝食、はい、はい、朝食はもう今日は簡単ね、うん、なんていうのこれ、マフィン的な感じ、パストラミと卵とレタスとチーズを挟んだのかなの、マフィン的なやつと、もうサラダと、ちょっと朝スープなんか作ろうと思ったんですけど、ちょっと昨日のおでんが余りまくってるんで、おお、もうスープ代わりにまさかのおでんを食べます。いいよね、お、曇った。はい、じゃあいただきます。いただきます。はい、美味しい。大根、トロトロ、ほら、トロトロだよ。ただこの食べ合わせね、いいけど美味しいから。めちゃくちゃいい天気よ。ほんで外、寒さもちょっと和らいできた。日が照ってきてね、はい、じゃあちょっとキャンプ場の紹介します。今日我々はここに、テント張ってるんですけど、
今日貼ってるのは、フリーサイト。一応車もそのまま横付けできるフリーサイトで、まあなのでどこか空いてるとこに貼ってくださいねっていう感じなんですけど、ちょっとコロナ禍だからか、ちょっとわかんないですけど、結構組数を限定しているので、昨日組数いっぱいだって言ってましたけど、かなり余裕のある感じですね。で、もうちょっと向こうまで行ってその先に、区画サイトも、あります。で珍しく、フリーサイトでも、電源が、いくつか引いてあって電源が使えるっていうね、まあうちは使ってないんですけどっていう感じ。なんかね、土がちょっと赤茶けた感じでですね、若干ノースを思わせるんですよね。こんななんかちょっと南国っぽい木とかもあって、でおそらくデイキャンプとかで使うであろう、バーベキュー場みたいなところもあったり、こっちにはバンガローみたいなのもいくつかあるみたいです。で結構高規格でですね、非常にこのこれ炊事場なんですけど、すごく綺麗、まだ多分施設が新しいんだねこれ、すごく綺麗な炊事場があります。でトイレもめちゃめちゃ綺麗で、これトイレね、女子は開けれないんで男性の方、誰も入ってなければ、入ってないね、はい、まあ、こんな感じ、ものすごく綺麗ね、ちゃんと便座あったかくてウォシュレットもあるっていう感じだよね。キャンプ場と隣接してこんなミニゴルフ場みたいな、おそらく経営一緒だと思うんですけど、こんなミニゴルフ場みたいな綺麗な、あ、ちゃんとしてるな、ミニゴルフ場って言っても施設があるみたいです。ちょっとやってないですけどね。でここがサイトなんですけど、これでしょ、もうサイトから30秒足らずでこの階段を上がると、海なんだよね、素晴らしいよね。ここはね、ウミガメが産卵に来る海なんだって。でも夏泳げるから、夏多分標高もないし日陰もないキャンプ場なのでかなり暑いと思いますけど、ただ暑ってなったらダダダダダダドボンってできるよね。あとね、区画サイトの方に管理棟の近くに、プールもあって、プールも1日500円かなんかで入り放題らしいので、夏は海とプールと両方楽しめちゃうね。で意外とね、高規格にしてはお値段良心的で、サイトが3,000円で、あと入場料とか管理費合わせても家族で3000いくらだろう、800円とかかな。まあ昨日はちょっとアーリーで入ってるので1000円プラスなんで4800円ですけど、まあそれでも高規格にしたら安い方。入り口入ると、ここに自販機とランドリーまであるね。
で左側にはバスケットコートとか、あと、今はやってないけど夏はここにプールがあるみたい。これ子供は嬉しいね。この辺がもう区画サイトだね。うん、まあ広いのかな。でキャンプというかバーベキュー場とか、こっちにもこうバンガローみたいなのがあるね。でこの奥がフリーサイト。でここが受付。はい、撤収終わり。はい、じゃあ撤収終わったんで帰ります。